今回は九州の工業について解説をしていきます。で、工業っていうのは、ここに工業地帯がありますよとか、この都市ではこんなものがね、たくさん作られてますよみたいなことをどん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 勉強をしていくわけなんですよ。だけど、それ丸暗記すると結構きついですよね。で、実際工業の問題というのは丸暗記でははっきり言って通用しません。きちんと理屈を理解しておかないと解けない問題っていうのがどんどん出てくるわけですよ。だから根本のところからしっかりと学んでいきましょう。で、まず工業の基本というのは鉄を作るところなんですよね。で、九州っていうのは結構工業が盛んで、鉄の生産とかも非常に盛んだったっていう歴史があるんですよね。なんで九州で鉄を作るのが盛んだったのかっていうところからまずは話をしていきます。鉄を作る工場ができる場所ってなんとなく理屈で決まっているんですね。鉄を作るにはまず必要なものが2つあるわけですね。で、まず1つなんですけど、まず1つ目が鉄鉱石です。鉄の原料となるものですね。で、鉄鉱石が取れる場所のことを鉄山とかって言ったりします。で、マークで表すと地図上では結構三角で表されることが多いですね。で、まず鉄鉱石っていうのは何かって言ったら、鉄分を含んでいる石のことなんですね。こんな感じで鉄をたくさん含んでいるわけですよ。で、この鉄鉱石をファイヤーするわけですね。加熱します。そうするとこの鉄分がドロドロに溶けていくんですね。ドロドロに溶けて液体状になった鉄を箱のようなものに入れていくんですね。で、冷やしてあげると鉄が出来上がるっていう流れになってるんですよ。で、大事になってくるのはこの火ですね。鉄を溶かさなければいけないわけなので、相当強い火力で燃やさなければダメですよね。マッチとかライターなんかでは火が立たないわけですよ。なので、燃やすとものすごい温度の出るようなものを使ってあげないと、鉄鉱石の鉄分を溶かして液体状の鉄にすることができないわけですね。で、何を燃やせばいいのかということなんですけど、石炭ですね。石炭を燃やしてあげるとものすごい火力が出るわけですよ。ちなみに鉄鉱石が取れる場所のことを炭田って言うんですね。で、石炭を燃やしていって、この鉄鉱石を加熱してあげると鉄が完成するっていう話なんですね。つまり鉄を作るのに必要な原料が2つあるんです。それが鉄鉱石と石炭なんですよね。つまり鉄を作る工場っていうのは、鉄鉱石が取れる鉄山と石炭が取れる炭田のちょうど中間地点が鉄を作る工場として栄えていくわけですよ。こういう風に持ち寄って中間地点に工場を作った方が効率がいいわけですからね。それで九州の北の方で石炭が取れる場所というのがあったんですね。で、それがどこかっていう話なんですけど、この四角のやつですね。お名前が筑豊炭田、筑豊炭田と言います。ここで昔ね、石炭を取っておりました。で、そしてですよ。そして、鉄鉱石をどこから持ってくるかっていう話なんですけど、中国から昔は輸入していたわけなんですね。なので、中国と筑豊炭田のちょうど中間地点に鉄を作る工場を作った方が効率がいいですよね。なので、九州の北九州市っていうところがあるんですよ。この北九州市に、明治政府は鉄を作る会社を作ることにしたんですね。これお名前を何て言うかというと、八幡製鉄所って言うんですよ。八幡製鉄所っていうのが建設されていくわけですね。八幡製鉄所がきっかけとなって、どん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 でっかくなっていった工業地帯が、北九州工業地帯なんですよね。北九州工業地帯です。なんで九州の北部に工業地帯が出来上がったかっていうと、鉄鉱石が取れるところと石炭を輸入するところの中間地点だったからなんですよね。だけど状況がこれね、だんだん変わってきちゃったんですよ。1960年代になるとエネルギー革命っていうのが起こっちゃうんですね。で、このね、エネルギー革命っていうのは何かというと、今まで石炭を燃料としていたんだけど、石油に変えていこうよっていう革命のことをエネルギー革命って言うんですよね。で、今現在は石炭とかあんまり使いませんよね。ストーブだって基本的には石油じゃないですか。まあもうちょっと言うとね、主流はなんか電気ストーブだったり違うものだったりするんですけど、少なくとも石炭で火を起こしてるなんていうことはないですよね。石炭から石油にエネルギーの中心が変わっていったって出来事が1960年代に起こったんです。っていうことは、北九州市に鉄を作る工場を置いておく意味ってなくなるじゃないですか。だから、この北九州工業地帯っていうのは、どん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 廃れていって、規模が小さくなっていってしまったんですよね。規模が小さくなっていってしまって、今では北九州工業地帯って呼ばなくなってきているんですよね。北九州工業地域とかっていう風に呼ぶようになってきちゃっているんで、まあ、この辺少しね、注意をしておきましょう。そしてさらに、石炭を取ってくる国も変わったんですよね。輸入する
先が変わったって話なんですけど、輸入先はこれまで中国だったんですね。だけど石炭の輸入先は今はブラジルだったりオーストラリアだったりするわけです。なので基本的にもう九州の北の方に鉄を作る会社を置いとく意味がないって話なんですね。ちなみに石油が取れる場所のことを油田って言うので、これはね、しっかりとね、地理の常識として覚えておきましょう。ちなみに石炭が取れる炭田は四角で表されることが多いです。そして油田なんですが、油田は井戸の井みたいなマークで表されることが多いんですよね。で、これちょっとね、覚え方なんですけど、よく見てください。鉄山という文字を見ましょう。鉄山の山を見てると、なんか三角形に見えてきましたね。まあだから三角みたいな感じで覚えておくといいですね。そして、丹田の田をよく見てみると、あれなんかこれ四角に見えてきたって話ですよね。なので、これ四角マークって覚えておきましょう。そして油田なんですけど、石油っていうのは地面とか海の中に埋まっているんですよね。これを井戸みたいにポンプで吸い上げるんで、井戸の井みたいな感じで覚えておいてくれれば、これはね、一撃で覚えられると思いますので、ちょっとこれも頭に入れておいてください。そしてね、工業の発達の歴史っていうのもね、ちょっと頭の中に入れておいた方がね、工業、地理の工業は強くなりますので、ちょっとここでさらっておきましょう。まずね、工業の発達の歴史っていうのは、どこの国でも工業っていうのは必ずこの順番で発達していきますよっていうのは決まっているんですね。まずどこの国でも、一番最初からハイテクなものっていうのは作れないんですよ。簡単なものから作っていくって話なんですね。で、工業の中で一番簡単と言われているのが、軽工業というものなんですよ。軽工業っていうのは何かって言ったら、食品作りだったり、繊維だったり、糸を作ったりする産業ですね。食品繊維、そして製紙のこと、これを全部まとめて軽工業なんていう風に呼んでいますね。で、皆さん旗織り体験っていうのはしたことありますか？時々ね、観光とかに行くと旗織り体験をやらせてもらえるんですけど、旗織りってね、そんなに難しくないんですよ。旗織り機があって糸垂らすんですよね。パタパタってやれば布ができるっていう話なんで、そんなに難しくはないっていうことなんですよ。なので一番最初にどこの国でも軽工業が行われるんですね。そして軽工業をマスターしたら、今度は重工業というのをやるようになっていくんですね。で、この重工業っていうのは金属を作ったり鉄を作ったりすることを重工業とかっていうふうに呼んでいるんですね。で、鉄を作るのをマスターしたら、この鉄を切ったりして加工していくんですね。そしてマシンを作るようになるんですよ。マシンのことを日本語で機械とかって言ったりしますよね。機械工業が発達していくんです。そして自動車とか、そして飛行機なんかを作ったりするようになっていきますね。で、こういうのをマスターしていったら、今度は石油を使うようになっていくんですね。石油を使って工業をやるようになっていきます。この工業のことを石油化学工業って言いますね。そしてさらにハイテクになってくると IC を作ったりするんですね。 IC っていうのは別名シリコンとかって呼んだりもしますね。で、まあこれ携帯電話とかの部品とかに使われていたりするんですけど、 IC って見たことありますか？皆さんは機械とかを分解したことっていうのありますかね？男子だったらあるかもしれませんね。男子ってなぜか機械をね、分解したりするの非常に好きですからね。僕にはね、弟がいるんですけど、この弟がですね、小さい時に掃除機をね、バラバラに分解して元に戻せなくなっちゃったんですね。それでお父さんにボコボコにぶん殴られたっていうね、そういうような苦い経験にはうちの弟にはあるっていう話なんですけど、結構機械を分解したことある人って多いんじゃないですかね。スマートフォンとかバラバラに分解してみると、めっちゃくちゃ細かい部品が出てくるんですよ。あれが何かって言ったら IC なわけですね。で、こういう順番で工業っていうのは必ず栄えていきます。これ日本の歴史にね、しっくりぴったり合うんですよ。まずね、明治時代の初期の方に糸を作る会社が出来上がりましたよね。これが富岡製糸場でしたね。そして鉄を作る会社が明治の後期に起こりましたね。これがなんていうかって言ったら八幡製鉄所ですよね。そして車を作るようになっていったわけじゃないですか。車を作るようになっていったのはだいたい1960年代ですね。 3C っていうものが登場しました。これ国民の憧れの品が3つあったんですけど、これをまとめて 3C って呼ぶんでしたよね。 3C っていうのはカラーテレビ、クーラー、カーですよね。1960年になると自動車が登場するようになっていくんです。そして高度経済成長期に入っていった頃に、石油化学工業を使って池田隼人というのが日本を発展させると、そして国民の給料を2倍にしてやるよっていう計画を出すわけですね。これが所得倍増計画でしたよね。そして今現在みんな IC を使って生活しているじゃないですか。だからこの工業の歴史っていうのは日本の歴史にぴったり合うっていう話なんですよ。この流れをしっかり覚えておくと、いろんなところに使えるようになっていくんですね。そして
して九州では鉄の生産高が非常に落ちちゃってきているんで、北九州工業地帯ではまあ割とね食品工業とかをね、力入れてるっていう話ではあるんですけど、九州全体で栄え始めている工業っていうのがあるんです。それが何かというと IC なんですよね。 IC をたくさん九州で作りまくっているから、九州にはあだ名がついてます。このあだ名なんていうかって言ったら、シリコンアイランドって言うんですよね。なんで九州で IC を作るのが盛んなのかということなんですが、 IC ってさっき言ったようにものすごい細かい部品ですよね。作っている時にホコリが1個でも入ったりすると即ぶっ壊れちゃうわけです。なので空気が綺麗な場所でじゃないと IC っていうのは作れないんですよ。東京のど真ん中と九州、どっちが空気綺麗ですかって言ったら九州ですよね。九州っていうのは非常に空気が綺麗なので IC 工場がたくさんできてるっていう話なんですよ。で、IC の特徴、これすごくよくね出るので覚えておきましょう。まず大きさなんですけど非常に小さいですね。つまり小型です。重いか軽いかって言ったら非常に軽いですよね。スマートフォンが3トンあるとかそんなことって絶対ないですよね。で、さらに値段も高いですよね。非常に小型なのにもかかわらず非常に高い値段で売れるっていうのが IC の特徴なんですよ。なのでまず九州には高速道路が張り巡らされているんですけど、IC 工場は基本的に山の中の高速道路沿いに出来上がっていっているんですね。そして IC 工場で作った IC とかを車で高速道路で運んでいくんですね。そして空港まで運んでいって飛行機で出荷するっていうのが IC の輸出の特徴なんですよ。なぜ飛行機で運べるかって言ったら、こういう条件、特徴が揃っているからなんですね。小さいからたくさん搭載することができます。そして飛行機代っていうのは非常に高いわけなんですけど、 IC チップ自体が死ぬほど高い値段で売れるので、飛行機を使って一気に運んでもあんまりダメージ食らわないんですよね。全然採算が取れるっていう話なんですよ。なので飛行機で運搬するっていうのが IC の特徴ですね。で、よく出る問題が、高速道路にこういう風に点々がいっぱいくっついていて、この工場は何を示してますかって問題が出てくる時があるんですけど、この工場、答えは何かって言ったら IC なんですね。九州で高速道路沿いに点々がついてたら、それは IC 工場ですから、それはしっかりと理解して覚えておきましょうね。ちなみにシリコンなんたらって名前がついてる場所って結構あるんですよ。まずシリコンアイランドですね。シリコンアイランドは九州のことです。そしてシリコンロードっていうのがあるんですよ。シリコンロードってどこのことかわかりますか？シリコンロードっていうのは東北地方のことですね。そしてもう一つがシリコンバレーっていうのがあったんですよ。そしてもう一つがシリコンバレーですね。これアメリカのことですよね。なのでシリコンなんたらっていうのは3つほどね、高校受験で出てくるんで、シリコンシリーズとしてこれはね、しっかりと覚えておきましょう。そして最近ではね、九州で車がたくさん作られるようになっていってるんですね。なんで今更車なのとかっていうふうに思うかもしれないんですけど、これは中国が関係しているんですね。最近中国ってすっごいお金持ちの国になっていってますよね。これ本当につい最近の話なんですよ。で、九州って中国に結構近いじゃないですか。で、中国のお金持ちとかは日本の車って非常に性能がいいんで、日本製の車が欲しいとかっていう風に思ったりする人多いんですよね。なので中国人向けに、中国向けに九州で車をたくさん作るようになってきているんですよ。一番近いから効率がいいですもんね。なのでだんだんね、車の生産が盛んになってきているっていうこともあるので、九州のことをね、カーアイランドなんて呼んだりもしています。そしてもう一つですね、ここのね、熊本県の南の方に水俣市っていうのがあるんですよ。これもね、非常に工業を勉強する上では重要な都市となってます。なんで水俣市が重要なのかというと、ここ公害病が起こっちゃった場所だったんですよね。高度経済成長期の時に4大公害病っていうのが起こっちゃったじゃないですか。で、水俣病っていう病気が発生しちゃった場所なんですね。ちなみに4大公害病、これ全部言えますか？まずは水俣病ですよね。そして新潟水俣病ですよね。あとは四日市喘息ですね。そして痛い病ですね。この腰痛です。で、こういう公害病が水俣市っていうので起こっちゃったんで、もうこういう公害病は起こすのはやめようと、環境問題にきちんと取り組まねばならんということで、水俣市が頑張ってるっていう話なんですよね。なので環境問題に非常によく取り組んでいる都市だっていう話なので、2008年に環境モデル都市っていうのにね、選定されてるっていう話なんですよね。まあなのでこんなような感じでね、九州っていうのはね、工業がね、非常に盛んな場所となっておりますので、ここら辺ね、頑張って理解をして覚えていってくださいね。で、あとね、沖縄
縄でね、覚えておいてもらいたいことがね、いくつかあります。で、沖縄っていうのは、1945年ですね、戦争が終わった時、どうなっちゃってたかっていう話なんですけど、アメリカとかに占領されちゃってたっていう話ですよね。で、植民地にされてしまっていて、日本に帰ってきたのってだいぶ後だったわけですよね。なので、未だに米軍の基地が、沖縄では多いって話なんですね。で、あとはね、明らかに本州と気候が違うんですよ。南西諸島の気候なんで非常に暑いです。で、本州の方では基本的に冬場になると10度を下回るんですが、沖縄では10度を下回らないんですよね。冬場とかでも半袖で普通に外うろうろできるぐらいの気候になっているんですよ。だから、南国でよく育つ作物がこの辺ではたくさん取れるんですね。なので、有名なのがパイナップルとかですね。まあ、こんなようなものがね、非常に有名なので、この二つはしっかり覚えておきましょう。では、九州地方は終了となります。チャンネル登録と高評価お願いします。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。